はい、皆さんこんばんは。仏教数学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、仏教数学研究会公式チャンネルで、長らくちょっと続いておりました創価学会にそのノルマの強制があるかどうか、で総括をやってるかどうか、つまりね、そのノルマが達成できなかった人に対してその総括をやってるかどうかという論争が続いてきたわけでありましたけれども、ついにですね、そのノルマもないとかですね、総括はないとか言っていた森重美香津チャンネルの方がですね、自分の間違いを認めてですね、決着がついたということでございます。はい、まあ創価学会にそんなねノルマがあり、総括やってることなんてもう知ってる人は皆さん知ってるのに、あくまでそうやってしらを切って、ないとかそんな話聞いたことないとかっていうふうに言い続けていたわけですけれども、とうとうその馬脚が出ましてですね、嘘がバレて、間違いを認めたということで決着がつきました。はい、でこの論争なんですけれども、まずこの動画3つにわたってるんですよ。まず最初がですね、223番の動画から始まって241番の動画、そして257番の動画ですね。はい、この3つにわたっているということですね。それとそのコメント欄でその論争があったわけなんですね。で、まあコメント欄っていうのはその要するにもう自分がそのなんかこう都合が悪くなってくると自分で勝手に消して逃げるっていうことが可能なんですよ。はい、だから私もね、あんまりこう、コメント欄で論争するというのはあんまりこう好ましいことじゃないなというふうに思ってまして、それで論争するんであれば Facebook のアンチ日蓮宗主 VS 日蓮宗主とかですね、アンチ創価学会 VS 創価学会、アンチ検証会 VS 検証会のグループに来てくださいというふうに言ってるんですけれども、まあ今回の場合は創価学会に総括があるかどうか、ノルマが強制をやってるかどうかっていうのは当仏教数学研究会で検証しているテーマでございますね。はい、その創価学会の布教活動がその憲法20条に違反してるんじゃないか、国際人権 BTM に違反してるんじゃないかというテーマの中のことであるわけなんですよね。はい、そういうわけでそのコメント欄の論争になってしまいましたけれども、まあ続けていったというわけでございます。それで、このコメント欄の要するに複数の動画にわたっておりますんで、これ一回ちょっとまとめないと、ご覧の皆様も分かりづらいというふうに思うわけですね。はい、そこで、まあ、今回の動画でちょっと最終的にまとめさせていただくということにさせていただきたいと思います。はい、それでどこからまず最初かと申しますと223番の動画ですね。日蓮本仏義自作の真実の第1弾ですね。はい、この中の森重美香津チャンネルの方のコメント欄に真実のないあなたに関係ないでしょうなんていうコメントが入ったんですね。でそこで論争がどん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 入っていきまして、それで、その中にですね、特に身延派なんかは大聖人様のご命令である釈仏をしているなんて聞いたことがありませんというコメントを残したわけでございます。まあ、三笠チャンネルの方が残したということですね。はい、これに対して、また私がコメントを返しました。これについて一言申し上げますと、日蓮宗は布教活動はやっていますよと、あなたが知らないだけですと、ただし日蓮宗主創価学会検証会のように、ノルマや目標といったものは課していませんし、
ノルマ達成の強制も強要もしていませんと。ということを、まあ、コメント返ししたわけですね。はい。で、それに対して、2月チャンネルの方がですね、創価学会は不況にノルマなんか昔からありませんよ。各個人が目標を掲げてやることはありますが、目標のない活動なんかありませんよ。っていうふうに、コメントを返ししたわけですね。まあ、この辺から論争が始まったということでございます。はい。で、それに対して党派がですね、これはギャグですか、単にノルマを目標と言い換えてるだけですよと。創価学会はビジレイクで本音を覆い隠してごまかすやり方はやめた方がいいですよというふうに、お返しをしたわけでございます。はい。そうしますと今度はまた三勝チャンネルの方が返してきまして、私は62年創価学会にいるのですが、あらゆる活動においてその間ノルマなんてありませんでしたよ。新聞啓蒙は活動家会員でブロックごとの目標を立てて活動しています。強制ではありません。あくまでも目標です。ノルマなんてとんでもない話です。ただ組織というものの弊害はあることも事実です。私は幹部に会員間で無言のプレッシャーにならないよう配慮すべきだと訴えています。釈服なんて個人個人が心の中で決意していることで発表なんかしていませんなんて、またこんな白を切ったようなことをね、言ってきたわけなんですよ。はい。そこで、まあ、そのあくまでも目標しかないということに対しまして、私がですね、その目標が達成できなかったら幹部からとっつめられるんでしょと。そんな話は私が散々聞きましたと。だからそういうのは世間では目標じゃなくてノルマというふうに言うんですよと。はい。で、私は創価学会用語ではなく世間一般の単語を使って、話をしていますということでコメントを返したんですね。はい。そうすると、またね、あくまでね、その数値目標ないと、ノルマはないというふうにもう言い張ってるわけですよ。はい。でね、こんなこと言ってんですよ。人間尊厳教だとか言って。何が人間尊厳教ですかね。検証会法華経なんて、そやな下品な連中と同列に扱わないでほしいです。今、創価学会は常識豊かな会員によって運営されています。多くの会員が地域の役員をしていますよ。我々には初代から豊かな人生哲学があるのです。人間尊厳教なんです、なんか言ってんの。もうね、おかしくなっちゃうんですよね、これ。なんな、人間尊厳教がね、ノルマを達成して、ノルマを課してですよ。強制して、それで、総括やってるわけだから。ね。矛盾した話はないわけですけども、まあ、その当人はその総括もない、ノルマもない、だから人間尊厳教だなんて、またとんでもない綺麗事言ってるわけですよ。はい。で、もうあくまでね、ないと言ってるんですよ。今の創価学会の釈服に数値目標なんかないと言ってるんです。戸田先生の頃は目標を掲げてやっていましたが、60年以上前のことです。しかしそれを達成しなかったら誰かに総括された話は聞いたことはありません。聞いたことありませんっていうのが一つのその言葉のあやなんですよね。だから知らないっていう、ないっていう言葉と、そのあるけど知らないっていう言葉をなんかこう、かけてるんですよね。だそういうちょっとごまかしにこう、この辺から入ってきてるんですよ。それで、こんなこと言ってるわけ。それどころか戸田先生は達成されなかったら自分の屍を川に流せと、川に言われていました。戸田情勢って会長なわけでしょ、ね、会長より上なんていないじゃないですか。上の人間が、ね、下の人間に対して総括するのに、会長より上なんかいるわけない、いないんだから、ね、総括する人なんか言いやしてませんよ。当たり前じゃない。何を言ってんですかね。
で、こんなことを言い出したので、でもうね、もうこの辺からもう白旗を上げてきたんですよ。あなたの偏見に満ちた話を聞いていたら、名前の一般社団法人仏教修学研究会がいよいようさんくさく見えてきました。あなたの日蓮宗主への批判も話半分で聞かなければなりません、ならないですね、アホくさとか何を言ってんですかね、本当に。でですね、まあとにかくそのノルマとかその総括っていうのはないというふうに言い張ってるんですね。で、あるかないかということで、じゃあ皆さんの意見聞いてみましょうかなんていうふうに言ったらですね、いや、そんな、ここはアンチばっかりじゃないかとかね、そんなこと言ってるわけですよ。はい。で、こういうふうに私も言いました。60年間も創価学会員だったあなたが創価学会の総括を知らぬはずはありませんと。部外者の私ですら、男子部、女子部、学生部、創価班の総括の現場を見たことがあります。あなた60年も創価学会員で総括を知らないということは、60年間未活の会員だったんですかというふうに言ったわけでございますね。はい。で、この辺からまあ詰まってきたわけですよね。はい。まあ、要するにこの人かなりのね、未活の、期間があったわけですよね。はい。それで、まあ、こんなことを言ってきたわけです。創価学会を辞めた人の話を聞いて、それを根拠にとっちめられる、総括されると言っているのですか。今までそんなことで偽作の真実なんて話をしているんですか。どこに客観性があるんですか。見たって言ってるじゃないか、見たって。それは辞めた人の話も聞いてるけれども、自分でも見たって言ってるわけですよ。ね。人の話に基づいてノルマとか総括とかがあると断定していることが客観性がないと言ってるんです。いや、それ違うんですよ。あるかないかの話だから、誰が言ったとかいうことは関係ないんですよ。ええ。で、ここがね、要するに創価学会員がよく言う嘘なんですよね。いや、その辞めた人が言ったから嘘だとかね。ええ。で、創価学会員が言ったから本当だとかって、こういうね、もう実に、もうとんでもない立て上げ方をするんですよ。いや、誰が言ったかじゃなくて、証拠があるかどうか。ね。証人がいるかどうか。事実としてそれがあるかどうかが問題なんですよ。で、私はあると言ってるわけ。それはもう証拠があるからです。私も見たことあるし、ね。誰が言ったって、それだけじゃないって言ってるわけね。はい。で、このサイトを見ている人は反創価学会のほとんどでしょう。創価学会を取り締まると言っているんですから、大体創価学会の組織は誰かを総括するなんて上下関係は存在していませんが、ってことです。で、この人はあくまで総括を否定してるんですよね。はい。で、さらに、私は高等部から活動しています。青年部時代は大阪府議会議員小谷さんの街宣車の運転手をしていたこともあります。学会活動でも選挙活動でも総括ノルマなんて見たことも聞いたこともありません。とか言ってるわけですよね。ねえ、あくまで白を切るから、私がここでこういうふうに見ましたよと。男子部の総括とか学生部の総括、それから女子部の総括も見ましたよと。はい。いうことで、言っていったらば、私を嘘つき呼ばわりして、逃走していっちゃった。それが、一番最初のですね、223の動画のコメント欄のやり取りなんですよ。はい。で、逃げていっちゃったんで、241の動画を上げさせていただいたわけです。創価学会、作文、政教新聞販売、公明党 F 取り、財務、民音チケット等で目標を決めて、毎日のように報告を取り、数が少ない目標未達成だと総括という吊るし上げをしているという動画を上げさせていただいたわけです。はい。それで、創価学会にノルマがあって、目標達成の強要や強制が行われているかどうかが話題になっていますが、創価学会の方は、創価学会にあるのは目標だけでノルマはないと言い張っています。しかし、創価学会では、目標が達成できないと総括というようないじめ、吊るし上げをやっているのは広く知られているわけです。確かに一般会員が出てくる末端の座談会では総括なんてやっていませんが、
しかし地区リーダー会とか部長会とか支部長会といったある程度の幹部だけが出て出席する会合では総括をやってるんですよ。でそれは私が見たって言ってるわけね。その総括が嫌で創価学会を退会した人を私は何人も知ってるわけです。で、原島隆元教団部長、それから福島源次元副会長、それから劉俊光元公明党東京都議会議員の告発文にも創価学会のノルマ、総括に触れている箇所があるわけですよ。私自身が創価学会男子部女子部学生部創価班の総括の現場を見たことがある。そのことを創価学会大会者の人たちに話をすると、その総括は事実で自分も総括で嫌な思いをしましたということを語っていらっしゃったわけでございます。で、今日蓮宗宗の作服ノルマを末次や信徒に押し付けて、ノルマ達成ができない住職を退席時に、呼びつけてですね、吊り下げ指導会をやってるのも、この創価学会の総括の猿真似をやってるんです。したがってこの創価学会ノルマがないとか総括がないと言い合ってる創価学会員は、この地区幹部以上の役職の経験がない、男子部、女子部、学生部、総監の経験がないということなんですよね。つまりノルマや総括を知らないってことなんですよ。で、若い頃公明党の街宣車の運転手をやっていたと言っていますが、これをやる会員は完全なバリガツではない、活動家会員ではない、名前だけの会員でもない、この B ランクのどっちでもない中間の会員だってことなんですよ。幹部はこんなね街宣車の運転手なんてやらないんですよ。で、まあこの三勝チャンネルの方は今までもね、肝心本尊書の解釈や仏像出現の解釈をいちいち創価学会の幹部に聞いて書き込みをしていたわけで、幹部だったらこんなことはしないわけでありますね。まあ、ということで、まあよっぽど暇なんじゃないかという趣旨の動画を上げさせていただいたわけでございます。そうしたところ、今度はね、257番の動画、創価学会の合業人口は約 30% 足らず、度胸はもともと僧侶の修行で信者の修行ではない、日蓮は南無法蓮華経と唱えるだけで成仏できると説いたという動画のところに、またこの三勝チャンネルの人が出てきたわけなんですよ。その創価学会が3割ぐらいしか合業していないというのは外部からの憶測でしょうなんてそういうコメントを残してきたわけでございますね。それでまたまた、その総括論争が始まったんです。この三勝チャンネルの方が言うには、あなたがおっしゃるような創価学会は、私の母親の頃、昭和30年代のことでしょう。昭和40年代、私が青年部にいた頃から総括なんて見たことも聞いたこともありませんよ。仕事の関係で三勝王のことはありましたが、組織から離れたことはありませんなって言ってるわけで。ここで、まあ多分ね、その200何番ですか、241の多分動画を見たんでしょうね。ということで、仕事の関係で三勝王のことはあったということ、三勝の期間があったってことは認めてるんですよね。認めたんだけど、組織から離れたことはありませんと。このね、組織から離れたことがありませんっていう言葉は、活動をやっていたって意味じゃないんですよ。これ創価学会用語でありまして、組織から離れたことはありませんっていうのは、ずっと、要するに身分が創価学会員だったという意味であって、そこにそのバリカツだったか、その三勝だったかっていう区別はないんですよ。ずっと創価学会員だったということ、そういう意味なんですね。そこをね、ちょっとやっぱり注意しないといけないですね。それから、そんな昭和30年代だけ、そんな総括やっていたわけでなく、やっていたわけではなくて、だってもずっとやってますよ。私が20代の頃ったら、だって1980年代ですからね。もう全然違いますよ。こちらの方としてはまた再三尋ねるわけです。あなたには男子部で創価班の経験、地区幹部、部幹部以上の経験、学生部の経験はありますかと、この質問に必ず答えてくださいと、いうふうに言ったわけですね。そうすると、三勝チャンネルの方なんですね。私が青年部にいた頃は創価班はなくて確か輸送班でしたそんなこと知ってるって言うんだよね創価班
前に移そうなんで、そういう、組織の活動経験はありますかって聞いてんだよね。うん、でもないからこうやってごまかして言ってるわけです。はい、さらにこんなこと言ってる。私は自由人で人の指図で駒のように動くのは性分に合わなくてなりませんでしたが、私は納得できないことはしない方で、あまり出来の良い会員ではなかったかもしれません。というふうに言ってて、もうほとんどね、未活だったということを認めてるわけですよね。はい。で、次にこんなこと言ってるんですよ。池田先生の真剣さ、その指導力、包容力、説得力、知識力、不思議な人間的魅力には惹かれていましたっていうふうに言ってるわけですこれもおかしな話でね、それはこれも創価学会用語なんで、これ惹かれていましたっていうから自分で判断してそういうふうに惹かれたっていう意味に、これ世間の人は聞いちゃうんだけど、違うんですよ。要するに両親が創価学会員だから、そういう洗脳教育を受けてきたってそれだけの話なんですよ。はい。で、なんかね、あんなね、池田名誉会長の話なんか素晴らしいと、それは自分で思う人なんていませんよ。はっきり言って。はい。で、さらに、続けてこんなことを言ってる。あなたに未活動、未活動と言われたら、あなたに私の新人を創価されているような気分ですよ、なってるわけですね。ここでもうはっきり言って、ボロが出ちゃったわけですよね。はい、ボロが出た。頭隠して尻が腐るっていうやつですよね。はい、でですね、私は自由人でうんぬんかんぬん、あまり出来のいい会員ではなかったかもしれませんというのは、あなたはダンシング時代は味方だったということでよろしいですねと。で、あなたに私の信心を総括されているような気分ですなんて言ったことに対して、あなたは今まで総括なんて聞いたことがないと言って、私を嘘つき呼ばわりしてきましたが、ちゃんと総括を知ってるじゃないですかと。まさに頭隠して尻隠さずで馬脚が現れましたねと。要するに嘘つきはあなたの方だったと、こういうことですよね。はい。そしたらね、今度は逆に、総括の意味ぐらい知ってますよとか。てるんじゃないねえ。じゃあその後、今までそんな創価学会に、総括をやる上下関係はないなんて言ってたわけですよね。もうおるんじゃん。ねえ。で、こんなこと言ってるわけ。娘は区の幹部をしていました。私は男子部の大ブロック長の経験がありますよ。育成の会合には参加していましたが、大幹部の経験はありませんよ。まあ、男子部大美長っていうのはね、ゴンギョンやってない大美長っていっぱいいたんですよ。ただね、創価班か画上会をやってないと、男子部大美長になれなかった。男子部大美長って今、地区リーダーなんですよね。創価班か画上会かどっちかやってなきゃいけないんだけど、まあ、やってない大美長もいたかもしれないですよね。幹部やバリカツの会員は選挙カーの運転手はやりません。これは、未活会員 B クラスのやる活動ですということで、これもバッチリこう指摘したんですよね。はい。そうすると、今度は最終的にあなたは創価学会の中で総括や吊るし上げがあったと言っているんでしょう。それを私は見たことがない、聞いたこともないと言っているんです。総括の意味を知らないなんて最初初めから言っていないでしょう。話をすり替えないでいただきたい。私は高卒ですよ、なんつってるわけです。どっちがすり替えてんだよ、っての。ね。はい。すり替えてんの、この味方チャンネルじゃないですか。はい。ということで、最終的にですね、あなたは男子部でろくな役職の経験もない。創価班、輸送班の経験もない、学生部の経験もないということを認めましたと。そして長年未活の期間があることも認めましたと。つまりあなたは創価学会で総括があることを知っていたが、つい最近知ったのかもしれませんけどね。あなたは男子部や学生部で総括されたことがない、総括をされたことがないということであるわけですよね。で、これはあなたが最初に言った創価学会に総括はないというのとは全く意味が違うわけですよ。うん、総括がないのと総括を知らないのは意味は全く違うんですよ。はい。
ということで、私が言ってきた方が当たっていたということなんですよね。はい。ということで、創価学会に創発があるかないかという話が決着したと。私は最初から様々な証拠を示して創活があると言っていますと。にもかかわらずあなたは創価学会ノルマはないだの、創活は消えたことがないだのと言って私を嘘つき呼ばわりして遁走したと。その後創価学会のあなたが創価学会の内情を全く知らないことが明らかになったわけで、あなたの話の辻褄が合わなくなり、つまりこの三月チャンネルの人の辻褄が合わなくなったわけですよ、うん、で私はほら創価学会じゃないのに創価学会の中を知ってるわけ。ミカツチャンネルは創価学会員でありながら創価学会も知らないわけですよ。でそれが明らかになるのはまずいということで、また遁走したらまた戻ってきたんですよね。で言い訳をいろいろ並べたということですが、全く相思専門であって、このミカツチャンネルが嘘を言っていたことは明らかですから、詫びの一言ぐらい言うのが筋じゃないですかというふうに言ったんですよ。そうしたらね、今度は私のことはこれくらいにして、あなたの活動資金はどっから出てるんですかとか言ってるわけですよ。活動資金なんかいらねえっつうの。こうやってね、あの動画撮って配信してるんでしょ。一本やってる人いるじゃないですか。でも活動資金なんかいりませんよ。何を言ってんのかね、本当に。で、ミノブの鉄砲玉ですかと言った。日蓮宗と関係ないって言うんじゃないですか、二人もね。で、だからこうやって、答えらんなくなると、こういうことを言い出すわけですよね。はい。ということで、もうここで決着がついたということです。はい。で、なんかまた、変なこと言ってましてね、あなたは漫画の読みすぎで頭おかしくなっていませんか、自分のコメントをよく見てくださいって。だから、ここでちゃんとね、検証してるじゃないですか。おかしなこと言ってんの、この2月チャンネルの方です。はい。こんなところで未活動の会員を相手にしないで、日光門流の豊田君と討論してこそどうですかと。自分だって日光門流じゃないですかね。だからそんなにやりたいんだったら自分がやればいいじゃないですか。はい。で、一言申し上げますけども、このチャンネルっていうのはね、エンターテインメントのチャンネルじゃないんですよ。仏教修学研究会でその研究成果を発表するチャンネルだって再三前から言ってますよね。プロレスの試合やって人を呼び込んで100万再生とかなんか1000万再生とかって上げるチャンネルって他にありますけどね、そういうチャンネルじゃないんですよ、ここは。エンタメじゃないの。はい。いうことでちょっと勘違いをしないでいただきたいと思います。はい、ということでございますね。はい。で、その総罰があるかないかとかノルマをあるかないかっていうのは、まあ最初に申しましたけれども、その憲法違反、国際人権 B 規約違反のことが事実が創価学会の中であるかないかっていう重大な部分でありますので、あえてそのコメント欄でこういう論争がを行ったということでございます。はい、ということで最終的に、決着がつきましたので皆様にご報告ということにさせていただきました。はい、ご覧の皆様どのように思われましたでしょうか。またご意見を寄せいただければ幸いでございます。また次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。